B は銀河系外に起源を持つ惑星として最初に発見されたものである。銀河系外惑星とは銀河系の外にある惑星の総称である。銀河系外太陽系外惑星とも呼ばれる。単に、系外惑星といった場合は太陽系外惑星を指すことが多い。1996年、天文学者の RE シールドは大熊座にあるクエーサー。 クソ B0957 プラス561の2つの像王のうち A で重力マイクロレンズを観測し、この現象は地球質量の3倍の惑星が引き起こしたと推定した。惑星はクエーサーの手前に横たわり強い重力レンズ効果を引き起こしている因が遊具化を G1 に属すると考えられている。これは銀河系外惑星が報告された。 最初の例である。ただし同じ天体がマイクロレンズを起こすのは一度きりなので観測に再現性はない。惑星が実在すれば49億光年の距離にあると思われている。重力マイクロレンズを利用してアンドロメダ銀河で惑星と思われる天体が発見された。高度変化のパターンは6から7木星質量の惑星を従いた構成によるものに一致していた。 これはアンドロメダ銀河に惑星が報告された最初の例となった。ただしこの報告もマイクロレンズ現象に基づいており再現性はない。ヒップ13044は太陽系外惑星を持つ恒星で太陽から2000光年の距離にある銀河系内の天体である。したがってその惑星ヒップ 13044B は現在は銀河系外惑星ではない。 ただし、この惑星系は、ヘルミストリームと呼ばれる恒星ストリームに属している。ヘルミストリームは60億年前に、銀河系と衝突合体した矮小銀河の名残だと考えられている。ヒップ13044系の年齢は60億年より古いため、ヒップ 13044B はかつては、銀河系外惑星だったと言える。ただし後のデータの再解析では、 惑星の検出には否定的な結果が得られており、この惑星が実在するかは未確定の状態にある。2020年9月、小持銀河の中に最初の銀河系外惑星となる可能性がある M51 ウルス -1B の発見が報告された。主星の M51 ウルス -1 は連星で、一つはブラックホール、または中性小星である。 もう一つは巨大な構成である X 線を利用したトランジット法で銀河系外惑星を発見することが可能であるかもしれない。ありがとうございます。